ます。今日は、咽頭喉頭の立体構造についての話をしていきます。解剖のところの話に入っていきますので、だんだんと実際的な話になっていきますので、咽頭喉頭の立体構造ですね、このあたりから聞いてて、楽しくなってくるんじゃないかなというふうに思います。で、咽頭喉頭の立体構造についての分析というのが、当院の一つの特徴ですね。私たちの治療方法の中でこの立体構造の分析の深さっていうのが大きな特徴になって、治療主義が発達しております。で、今日はですね、一気に全部はやらないで、全体的に咽頭喉頭をどう捉えていったらいいのかというところですね。今回この教科書に書いてあるのがそこまでですね。どういう目的での構造になっているのかということ、で次回以降のところでですね、実際に、喉のところでどういう立体構造のバリエーションが生じ得るのかということだとか、この喉の構造に影響してくる力学についてをちょっと話していきたいなと思いますけれども、あまり小難しくならないように気をつけようと思います。で、今日はですね、本来だと模型を使って勉強してもらうセッションになるので、皆さんのところに模型が届かない分、私が手元で、模型を操作してですね、なんとか模型を使っているような感じにならないかなというので模索してみます。で、なんといってもこれ透明なモデルなんですね。これ何かというと咽頭喉頭の透明なモデルで、咽頭喉頭の空間をイメージしたものになります。で、それをですね、例示するのに差し棒の代わりにちょっとペンライトを使って、指示できないかななんていうのをちょっとやってみます。こちら私の喉の形をそのまま、3D に起こしたもので、この辺絶ですね。で、そこから奥の方に行くと喉頭蓋が光って見えて、その奥に喉頭が見えてきます。ちょっと分かりにくいですけど、喉頭の奥の方に声帯も見えるんですね。で、こういう立体構造について、お話ししてまいります。ちょっと半分に割って話をしますね。はい、半分に割った断面ですね。今照らしている方が顔側で、反対側、こちら側が背中側になります。で、この塊が舌ですね。舌の塊があります。うまく、今、ピカッとなったところは舌ですね。で、こっち側が咽頭口壁になりますね。で、咽頭の側壁があります。で、この辺、これ喉頭蓋ですね。舌と喉頭蓋のところの間、白く光っているところの間のところが喉頭蓋骨ということになりますね。舌のところから入ってきた触角がこの喉頭蓋と舌との間に入っていくというのが一つの理想形になります。で、喉頭蓋骨のから今白い光がずっとまっすぐ、横の方に伸びてますが、そこがちょうど卑劣喉頭蓋ひだというひだになります。今ライトが消えて今白く映ったところ、ここが卑劣喉頭蓋ひだ、空気の流れと食べ物の流れを分けている側方にあるひだですね。で、そこからぐーっと喉頭を下がっていきますと、この辺にあるのが声帯ですね。ちょっと起伏があるのが声帯のところになります。で、その先が気管になるんですね。真上から見てみますと、半分のところ、
今、正中側の半分のところに舌があって、その外側のところに何もない空間があるんですね。この今、白く映っているところが何もない空間のところ。何もないところを触角が入っていきやすいわけですね。で、画面下側が今、背中側になっていますけれども、背中側の方をずっと行きますと、これ後頭になると。まあ、背外でいると、背中側の方からずっとまっすぐと後頭の方につながっていくということがわかります。で、そういう目線で見るとですね、側外でいるときの方が、背外でいるときよりも、構造物がいっぱいあるんですね。舌があって、後頭蓋があって、卑劣後頭蓋肥大があって、で、理状肝王があって、で、声帯があって、というところの、この複雑な形がいっぱい影響してくるのが腹蓋、あるいは前形材になってきます。で、なんでこんなふうにいっぱい、構造物が影響してくるのかですね。もう一つの、模型ですね。こちらの模型、同じように咽頭後頭の空間の模型なんですけれども、中に水が入っているのが違いになります。行外になっているところですね。この上の、今照らしている四角いところは、これ、口腔のを模式にしたものです。で、その下のところ、この辺りは中咽頭、こっちが下咽頭、で、その先になってくると、気管の方にものが入っていくという模式になっています。行外になっていると、結構水がこう中咽頭から下咽頭にかけて溜まっているんですが、これが頭が上がっていくと、頭が上がっていくと、ちょっと傾けただけでも、どんどん青色の水がなくなっていきますね。これは全部気管の方に流れ込んでいる。で、頭を下げていくと、気管から水が戻ってきています。これをぐるーっと回して、側外にしますと、側壁の方に物が溜まっている様子が見えるかなと思います。で、このまま今度頭を上げていくと、咽頭に溜まっている青い水が少しずつ減っていって、下咽頭のところですね、理状肝王のところだけに残ってきています。で、これ頭下げていくと、気管内から水が戻ってきますね。まあ、頭上げていくと、どの姿勢でも大概気管内に物がこぼれやすくなっていきますね。こういう立体的な構造がどうなっているのかっていうのを、およそ把握できると、話が分かりやすくなる。その方の演技機能というのが、想定しやすくなってくると思います。じゃあ、ちょっと画面共有の方に移りますね。はい、今見えているのが、まあ、スライドですね、咽頭後頭の立体構造、大丈夫かな、いいですか、さて、喉のところの立体構造のお話をなぜしたかというと、通常の今までの嚥下障害治療の話、嚥下の話を聞いていると、嚥下運動弱気中の咽頭後頭の動きを中心にして勉強してくるんですね。なので、咽頭後頭を通過していく食べ物というのは、嚥下反射によって能動的に運ばれていくというふうに感じているんじゃないかと思うんだよね。
ところが演芸反射ジャッキっていうのは演芸トータルの時間の中では限られた時間、どちらかというと演芸反射ジャッキが起こってない時間帯の方が圧倒的に長いんだよね。それが長くなってさらに長くなってしまうのが演芸障害の中では大きな問題になってくる。例えば演芸反射ジャッキが遅延している、あるいは演技反射弱点が起こっても咽頭内の食塊が残留してしまう。そうすると演技反射弱点が起こってない時間帯に咽頭に食べ物があるんだよね。それが流れていってどこに行くんだっていうことを考えなきゃいけない。なので演技反射弱点が起こってない時間帯のその安静時、先ほどの模型で示した演技反射が起こってない時間帯の咽頭後頭の形をしっかり知って、その中に物があったらどんな風に流れていくのか、あるいは固形物だとどんな風に転がっていくのか、そういうことを考えなきゃうまくいかないですね。単にそこに喉があってそこを物が流れるっていうこと自体を考えていくと。さて次に、じゃあ演芸、その今演芸反射弱気中とか弱気してない時っていう話をしましたけれども、演芸っていうのはそもそも何が目的なのかということから立ち返ってみます。食べ物を通すだけだったら前導運動をすればいいと、食道から先は前導運動で進んでいきますね。それが咽頭後頭食道入口部までのところは前導運動でない運動になっている。これは特殊な条件があるからですね。で、特殊な条件は何かというと、2つの機能を咽頭後頭までのところを果たしているから。接触と呼吸を同じ、空間、口腔、咽頭を使って行うからやり方を変えなきゃいけない。ムニムニって前導運動をしているだけで進めていったら、ね、器官が空いてたら器官の方に物が入っちゃうよね。だから器官の方に物が入れないような動き方をしなきゃいけない、あるいは流し方をしなきゃいけないよね。その動いている時と流している時っていう2つのフェーズをしっかり考えていくと。で、じゃあ特に何を目標にしているのか、どんなことが起こってほしいと考えているのかっていうと、考えているわけじゃないか、起こってほしいというふうに進化してきているのかというと、演芸というのは気道に食べ物を入れないための機能です。ですので液体固体は気体に、気道に入れないと。で、気体は気道に入ってよい。で、気体は一部食道に入ってもいいと。空気はね、鈍器あるいは嚥下の時に必ず空気も一緒に飲んでるんだよね。でもそれで空気が入りに行かないからいかんっていう話はしないわけです。あんまりたくさん入りすぎるとそれはそれで大変なんだけど、直ちに命に関わるものではない。結局演芸で何を考えなきゃいけないかというと、液体と固体が気道に入らないことが目標になってくる。いわゆる誤嚥だよね。誤嚥をしないで安全に食べれるかどうかということが最大の目標になってくる。ここがちゃんと分かっていれば、考え違いをしにくい。例えば嚥下障害治療をしていると思わずですね、食べたくないっていう本人の言葉に引っ張られてしまう。そういう先行期と一般に言われてますけれども、主観的に食べたい食べたくないってところに引っ張られてしまったり、口の中にもぐもぐしてて通らないからっていう口腔器の問題に引っ張られたり、表であればあるほど観察が簡単なので、観察が簡単な事象に引っ張られちゃうんだよね。でも本当に大事なのはここ、誤嚥するのかしないのか、そこをしっかり把握しないで食べたいものか食べたくないものかっていうことを考え始めるとしくじるわけだね。食べたいけど窒息するものを食べさせたら、で窒息してしまったら、これ今のね世間では許されないわけだね。窒息したら、本人が食べたいって言ったから食べさせましたって言ったら、多分家族にしろ本人のにこう判断がつかないようなことなのに本人のせいにするのかって言って叱られますな、多分ね。ですので、まず私たち医療者というのは安全性をいかに、把握して担保できるのか、
っていうところがポイントになってくる。まず誤嚥させないということを徹底的にやる。でそのための方法として、咽頭口との立体構造を見ていきます。さて咽頭口頭の構造についてを非常に簡単に、平面にしました。立体なのに平面にしてしまいました。ここに書いてあるのは背面から見た、咽頭口頭のところを、模式化したものですね。背面から透視してみたところですね。上から舌、があって、奥舌があって、でここに喉頭蓋があって、喉頭で喉頭の真ん中のところに正門があります。で両サイドに隙間があって、隙間の行き先のところ、ここに離上管を、離上管があります。で離上管の下端のところ、ここは食道の入り口ということになります。まず平面でしっかり把握することですね。立体は難しいです。なんだけど立体をね、言葉で説明しようと思うと難しくなるんだけど、立体はね、自分で触って納得すると簡単になります。立体っていうのは直感の方がね、役に立つんだよね。ということで機会があればこういう透明モデルとかに触ってもらえばいいと思います。さて食材の流れですけども、口腔の成虫のところから流れが始まって、で喉頭蓋に当たって、横に流れを変えていきます。これ壁なので壁に当たって溜まって横側の方に流れていきます。で横にこう張り出しているこの線は咽頭喉頭蓋ひだというひだですが、そのひだのところで一回せき止められますが、そこを乗り越えて離上管の方に流れ落ちていく。で離上管に入っているうちに、ここから溢れて正門の方に入っていかないうちに嚥下反射が出てくれるとありがたいわけですね。食材っていうのは成虫から入ってきても喉頭蓋に当たって横の方に流れ落ちていくっていうのが理想形。じゃあ空気、気体はどうなるのか。気体は空中を飛んでいくこと、また空間の中で一番抵抗の少ないところ、大概はど真ん中なんですけども、一番壁から遠いところね、を通っていきます。そのため、喉頭蓋があっても喉頭蓋を飛び越えて通過していきますね。で正門から入って気管に抜けていきます。で昔はね、咽頭交差っていう言葉があって、いまだに使う人もいるけれども、横から見るとね、この流れが交差して見えると、そのため咽頭交差っていう言い方をする。例えば口から入ったものが喉から先のところ、食道に入っていくと、食道は気管より背中側の方にあってね、で鼻から入ったものが気管に入っていくと、気管が食道より手前にあるので必ずどっかで交差するわけだね、空気と 食事の流れがっていうふうに考えられていた。でもこれどうでしょう、交差してる？後ろから見るとね、交差してないんですよ。立体交差なんだよね。立体交差で車が走ってて衝突しないんだよね。ちゃんとね、そういうふうに流れを分けれるようにできているのが咽頭喉頭の面白いところなんですね。この咽頭喉頭は立体交差であるということを知っておくといい。で喉頭蓋の最も大事な機能というのは、食材や水分をせき止めて流れを横に変えていく。これそれができなくて喉頭蓋がないと仮定すると、食事も真ん中に流れてくるよね。でそのまま喉頭の中入っていって誤嚥する可能性があるよね。食事や唾液が喉に垂れてくるたびに、もう絶え間なく嚥下反射を出さなきゃいけなくなる。そうすると呼吸してる暇ないよね。そういうことにならないように喉頭蓋がちゃんと働いてるわけですね。
しばつけ新聞チャンネルですね。うるさいので一回止めてしまいましょう。これ何かというとですね、竜頭の滝って言いまして、この奥の方から川が流れてきて、ここに大きな岩があるのね。その岩に当たって流れを左右に変えて、で落ちてきてこの滝壺で合流するわけです。どう、まあ水の流れとしては当たり前だよね。 そりゃそうだよねって感じるでしょ、うん、これね、あの咽頭口頭なんですよ。この真ん中の岩っていうのが口頭なんだよね、うん、その手前の方にある岩によって水の流れを2つに分けている。それは口頭蓋に相当するわけだね。で横から流れ落ちてくるときにこの岩を乗り越えていこうとしないっていうのは岩に高さがあるからだよね。これが卑劣口頭蓋皮だ。でそこから流れ落ちてくる、そうラテラルフードチャンネルから流れ落ちていって、で離乗管音に入ってくると。で多分本当だと、あの これが口頭だとしたらこの辺に声門があるわけだよね。で声門にあふれないようにしなきゃいけない。でここから先流れていくので、これ食道に、まあ食道入口部階段が常にあって流れていっちゃってるような状態ですけど、ここがもし詰まってたらどんどんここに水が溜まってきて溢れて、ここに仮の正門があるとしたら正門から入っていっちゃうよね、うん、それがあの食道入口部階段不全だとか嚥下反射ジャッキ遅延による誤嚥ということになってくるわけだね。この竜頭の滝みたいな流れ、まあこれもっと小さな規模だったらどこにでもあるあの、まあ、川の流れなんですけども、まあ、 あのこういう流れをこう感じるってことが大事なんだよね。で竜頭の滝の形を見れば多分ここを流れるだっていうことは実際に水が流れてなくても分かるわけです。ここから水流れてきたらここが低いからここ流れるよねっていうのは分かるわけだよね。咽頭口頭も同じ、ここをこう水流れてきたらどんな風に流れるよねっていうのは教えられなくったって分かるわけだよね。低いところを探していけばいいんだもんね、うん、こっちに流れそうだよねっていうことを考えていくと大体当たる、うん、それが診断に直結してきます。これ今度嚥下内視鏡の絵になりますけれども、食物の流れは口腔から奥舌に今来てますね。そこから口頭蓋骨、口頭蓋の手前のところに入ってきてますね。そこから横に流れを変えて咽頭口頭蓋皮を越えて今あの落ちていくのが分かりますかね、食管がね。で落ちていった先が離乗管を離乗管になります。で今真っ白になったのがホワイトアウトと呼ばれますけれども、咽頭が収縮した瞬間、嚥下反射の瞬間ですね。で嚥下反射の瞬間だけ食道入口部は開きます。 0.5 秒から 0.6 秒と言われていますけれども、その瞬間だけが嚥下運動なんだよね。でその時に、しっかり流れていって食道に入っていくと。で今の動き方を見てもらうと、口頭蓋骨と卑劣口頭蓋皮だによって食物の流れは外側、両側の外側に限定されている。内側、真ん中に入ってこないようにしている。真ん中にある平らな口頭蓋、そして、卑劣軟骨からピッと張られている卑劣口頭蓋皮だ、今見えてきましたね、卑劣口頭蓋皮だによって内側に入ってこないようにしている。でさらに食べ物の流れるスピードを制限していくのが口頭蓋骨と咽頭口頭蓋皮だと離乗管音ということになります。口頭蓋骨でせき止めるだけじゃなくって、
今速報の方に速解が流れていったときにもう一回せき止めてるんだよね。もう一回いきますね。この辺咽頭口頭外皮なんですけども、ちょっと見ててあげてください。食塊が流れてきて口頭外国でせき止めて、だんだんと横の方に流れていきますね。その時にすぐに離状感音に落ちないのはこの咽頭口頭外皮のおかげなんです。それによって中咽頭にある程度溜めておく時間が作れるわけだね。でそこから下咽頭離状感音のところに流れ落ちていって、この今奥に見えてる離状感のところに食物が溜まってくるんだけど、ここから溢れて肺の方に落ちないうちに嚥下反射邪気が出てくれればいいと、つまり、食物が流れていってどこに行ったら困るかって言ったら、正門に入っていったら困ると、喉頭内に入ってきたら困るというふうに言い換えてもいいと思います。喉頭内に入らないうちに嚥下反射を出さなきゃいけないわけだね。でそう考えたときに、まっすぐと正門に向かって喉頭内に向かって流れ込んでくるのに比べたら、今の喉頭外国から横に流れていって咽頭喉頭外皮だでせき止められて、さらに流れていった先で離腸管音で溜めていってということで、3段階に溜めていると、そのことでね、かなり時間稼いでるんだよね。で時間稼いでる間に何をしているかというと、松下君、惜しい、別のことをやってるってことは正しいんだよね。もう一回言ってみよう。何か別のことやってんだよね。動画見ながら考える。今食塊が、咀嚼されながら落ちてくるわけだね。で今まさにやってるはずなんだよ。何やってるんだろう。仕事は開いてないね。今何やってるか、何やってるか見えないことやってるんだよね。今松下君の目の前にもある見えないものっていうと空気っていうことは、このせき止めてる間に空気が通ってる。もうちょっと医学的に言うと呼吸、その通りですね。呼吸しているってことですね。あのせき止めてる間に呼吸ができる、これとても大事なんだよね。あの例えば鼻詰まってる時にご飯食べるのって結構大変なんですよ。なぜならば、そうだね、口は食事のために咀嚼しているとすると口呼吸ができなくなっちゃうと、鼻詰まっちゃうと息継ぎしなきゃいけなくなるんだよね。口入れて、でその食事の時に鼻呼吸ができないのって相当辛いんだよね。でもこの喉頭外国あるいは中咽頭あるいは離腸管音で食塊をせき止めながらゆっくり時間をかけて咀嚼して送り込んでいければ、でまとめて嚥下ができるってことになれば、呼吸するっていうのは十分に時間が取れるわけだね。でつまりこの流れ込んでる間の時間っていうのは何をしてるかっていうと呼吸をしてるんです。で呼吸をするために時間を稼いでるわけですね。さてもう一回今度模式図を出してみます。ものすごく簡便にしたのでなんだかよくわからないと思います。これ何かというと、あの腹ばいになっている状態の咽頭をこの四角い長方あの立方体で示してます。まだわからないよね。この丸いのは喉頭で、この四角いのが喉頭外で、画面下が顔側、とすると、まず空気は
鼻の方から入ってきて、こっち上咽頭ですね、鼻の方から入ってきて喉頭からまっすぐ気管に入っていくね。だんだん見えてきた。なんとか見てくださいね。で、まあ空飛んでくるわけですね、空気はね。で、一方で水が流れてくるとしたら、水は空を飛ぶというよりは地面を張ってくると。で、喉頭蓋に当たって左右に流れを変えて喉頭を迂回して流れていく。うん。次に固形物は、例えばよく咀嚼してペースト状になれば水分と同じような流れ方ができるんだけど、お肉とかいくら咀嚼してもやっぱり繊維があるから簡単には崩れないよね。そうするとある程度一塊でくるわけだよね。お肉が入ってくると喉頭蓋で引っかかってせき止められるんだよね。で、嚥下反射の瞬間に喉頭蓋が反転して引っかかりが取れて咽頭収縮によって先に運ばれていくと、うん、なんで気体と液体と固体で流れ方が違うんですよね。わかるかな、うん、でこれはね腹蓋の状態です。でも腹蓋では食べないよねってなると、こうやって起き上がっちゃうわけですね、うん、人間の困ったところは起き上がったところなんですね。動物のほとんどは四つ蓋で、つまり腹蓋で食べてくれるんだけど、人間はなぜか腹蓋嫌がるので、これで食べなきゃいけない。で、呼吸はね、同じようにできるんですよ。最も抵抗の少ないところ流れてきますので。で、ところがお水はどうかっていうと、こう流れてくるんだけど、流れが速いのと全部この奥のところに一気に流れ込むので、すぐに溜まってきて溢れてね、誤嚥しちゃうんだよね。で、溢れる前に嚥下しなきゃいけないっていう時間が結構差し迫ってしまうっていう問題がある。で、固形物はっていうと、こう流れてくるんだけども、喉頭蓋でうまく引っかからない可能性が出てくるんだよね。喉頭蓋の形状によってはうまく引っかからないで下咽頭にこぼれ落ちてしまって、そうするとどう、これなんか今にも固形物が喉頭の中に入りそうで、っていうことはこれ窒息リスクなんだよね、うん、まあ人が窒息したり誤嚥したりするっていうのは、一つは座って食べることにこだわっているから、うん、なんです。もう動物の咽頭喉頭を見ると、人間の咽頭喉頭と非常によく似てますね。まあ一生懸命違うところ探せば出てくるんだけど、でも基本的な構造は同じで、で機能もほぼ一緒なんですよ。なので四つ這いで食べれりゃそれに越したことはないんだけど、まあ慣れてないのでね、四つ這いで食べないっていうだけの話ですね。さて、食べ物の通り方、もう一回復習してみましょう。喉頭蓋と卑劣喉頭蓋ひだがあって、こう両サイドからこう流れていくと。で、喉頭蓋がうまく働いてないと、例えばこの喉頭蓋、ちょっとさっきの喉頭蓋に比べると丸まっていて、手前にくるっとしている。で、舌と一部くっついているので、そこからつるんと流れて入ってしまう可能性があるよと。実際にどうなのかっていうことを見てみると、つるんといくわけですね。これ見てて、未来さん姿勢どういう姿勢だと思う？そうだね、後傾剤だね。画面上が背中側で、
でそちらの方に流れやすくなっている姿勢と考えた方が良さそうですね。というのは後頭蓋のこの辺で引っかかった時に前傾剤だったらこんなすぐに乗り上げていかないんだよね。ここで一回引っかかってくれる、そのちょっとした立体構造の違いなんだけども、角度を変えるだけで乗り越えやすいかどうか変わってくるわけだね。そういうところも立体構造を知って、それを今度頭の中で回転させてみるんだね。でどこまで後傾させていくとどうなりそうかということを考えていく。ちなみにこれアリクイですね、ある教科書から引用させてもらいましたけれども、アリクイの喉頭はすごく面白くって、これ喉頭蓋なんですが、喉頭蓋が鼻腔まで刺さってるんですよ。で実は卑劣喉頭蓋皮もすごく発達して筒状になっていて、喉頭蓋と卑劣喉頭蓋皮でぐるっとこう一周筒を作って鼻に刺さっている。そうすると何が起こるかというと、気管はもう口腔とつながってないんだよね。鼻としかつながってない。そうすると何が起こるかというと、声を出すとしたら鼻声しか出ない。で、口から入ってきたものは絶対に誤嚥しない。ただ、真上から見た喉頭のところなんだけども、そうすると喉頭、これ筒だからもう動かないよね。その両サイドしか通過しないので、アリクイがもし、人食いアリクイだったとしたら、肉は通らんね。窒息はしないけど、食べ物通らないから餓死しちゃうよね。なんだけど、アリクイは何を食べるかっていうと、アリだね。ちっちゃいね。通るのね。ということで、アリしか食べないからこそできる究極の誤嚥予防策、なんですよ。で、同じような構造をしているのはクジラ。クジラも自分の体が大きいから、で、オキアミとかちっちゃいエビ食べるよね。体の大きさに比べて食べるものの大きさがちっちゃいから、この側放流路だけを通ればいいので、もう鼻にもう喉頭が筒と化して刺さってるんですね。なので、ピノキオとかゼペットじいさんが口から入って、鼻から出てくるっていうのはないということがわかる。他に身近な動物だと競走馬、馬なんかも安静においては喉頭蓋が完全に軟口蓋の上に乗っていますので、鼻でしか息ができないんですよ。なんで競走馬はいななくのね、鼻で吠えるんですよ。ってで、それに対してシマウマは馬なんだけど、そういう咽頭喉頭の構造になってないので口で鳴けるのよ。シマウマの鳴き声とか聞いたことある？ワンっていう、ワン、犬みたいに。YouTube にも落ちてますので、ぜひ聞いてみてください。さて、今度咽頭喉頭を流れていく時の移送していく時の気体あるいは液体固体がどうして動けるのか。当然動くためには力が必要なんだよね。動いていくために必要な力は何なのかということなんですが、気体の場合、その動きのほとんどは呼吸運動、ポンプ式に胸郭を広げたり縮めたりすることで、ポンプの作用によって圧力を生み出して、で、動くんだよね。圧力の差で空気が動いていく。で、それに対して液体とか固体は、まず口腔においては口腔運動と重力。咽頭においては重力。そして、喉頭においては重力と呼吸運動。これは嚥下運動がないときね。安静においては基本は重力で動きつつ、
航空においては航空の運動でどう動くかということをおよそサポートできるし、後頭侵入してしまった場合っていうのは重力だけでなくて呼吸運動、息吸った時には誤嚥しやすいし、息吐いた時には排出しやすいと、そういう呼吸運動が影響してくる。じゃあ嚥下運動中は何かというと、まさに嚥下運動によって作り出される嚥下圧、咽頭の圧力と食道の圧力の差によって動く、さらにそこに重力が働くということになります。はい、咽頭収縮とかは関係ないんですか？咽頭収縮が関係するのは嚥下運動中で、咽頭収縮っていうのは嚥下運動なんだよね、うん、で咽頭の収縮によって作り出される咽頭内圧によって、まあ、食道との間の圧力の差が生まれて、その圧力の差によって加速していくんだよね。移送してくる間っていうのは航空の運動だね、基本的には。航空から咽頭に持ってくるときにおいては、航空運動と重力によって移送してくると。うん。うん、嚥下運動のあるときと嚥下運動がないときで分けて考えると、その動力っていうのが変わってくると。で嚥下運動中は呼吸しないので、気体のに対しての、まあエネルギーっていうのは関係ないというふうにとりあえずしておきます。まあ食道の方に入ってくる気体には影響はするんだけれども、うん、まあ細かいこと言うとね、まあ、およそ呼吸のためにっていう意味では、気体には嚥下運動中には力がかからない。うん、でこれで見ると、重力っていうのが結構影響があるということで、特に咽頭を動くときには嚥下運動がない間は重力しか影響してこないので、まさに水が流れるのと同じように、低いところ低いところを狙って流れていくんだよということが分かればいい。航空から咽頭に持ってくるときは重力だけじゃなくて舌運動だとかね、あるいは軟口蓋の運動だとか、口唇の運動だとか、化学の運動だとか、いろいろと関わってくるので、で それにさらに髄運動がかなり関わってくるもんだから、再現性がすごく低い。どんなふうに航空から咽頭に入送り込まれてくるかっていうのは、その時その時で変わってくる可能性がある。それに対して咽頭をどう流れるのかっていうのは、重力しか関わらないので、あとは咽頭の形だよね。そうすると咽頭の形をちゃんと把握すれば、咽頭内を嚥下反射が起きるまでの間にどう流れるのかっていうのは、ほぼ 100% 予想がつく。で、それは再現性が非常に高いと。で、ここから嚥下治療を組み立てていけば、確率の非常に高い嚥下治療になっていくということですね。咽頭後頭の立体構造のところをさらに、意味を深掘りしていきますが、これはですね、容易に流さない構造というふうに言い換えることもできる、時間を稼ぐという言い方をしましたけども、先ほどはですね、咽頭の最深部に食道、その手前に正門があります。嚥下反射ジャッキ時以外は食道は閉じているため、咽頭は正門が最深部、一番深いところになってきます。液体や固体が咽頭内を簡単に流れていってしまうと、嚥下反射ジャッキ前に正門に到達してしまうリスクが高くなります。容易には流さない、貯留させる構造というのが、嚥下反射前に正門に到達するリスクを下げていきます。咽頭は流さないのが正解なので、 VF とかやってると咽頭残留があると気になったりするけど、残留があるってことは究極的に流さないわけだから、まあ、それほど悪いことじゃないんだよね。理にかなってはいるんだよね。その残留の仕方によっては、溢れて正門に入ってくるような残り方だと良くないんだけど、そうでなければそんなに気にしなくていいと。嚥下反射ジャッキのタイミングを早くするというのも、嚥下反射前の正門到達リスクを下げていきます。まあ早いうちに流れ込んできてすぐに嚥下反射ジャッキが起これば、それはそれで
正門に到達するリスクは下げれることができるんだけども、その代わり唾液とかはだらだら咽頭に流れ込んでくる人だとすると、すぐに嚥下反射を出さなきゃいけないので、呼吸が抑制されてしまうってなると、そういう咽頭に送り込まれてきてすぐ嚥下反射が起きるタイプの人っていうのはどうやって対処するかっていうと、口腔内に貯留していく。唾液を咽頭に流さないように口腔内で貯留することで呼吸することを担保しているわけだよね。なので、そういう嚥下反射邪気がすぐに起こるようなタイプの人が舌運動がおかしくなっちゃって唾液がどんどん咽頭に流れ込んでくるってなると、これ大変で、嚥下も十分に邪気できないし、呼吸も抑制されてきてしまう。さて、貯留させる場所としては口腔、そして咽頭ですね。で、咽頭に関しては姿勢によって貯留部位がどんどん変わっていきますし、貯留量も大きく変わっていきます。先ほどお見せした学習資料ですね、咽頭口吐透明モデル、これ高健さんから出してもらっています。コマーシャルしても特にマージンは入りませんけれども、結構いい学習資料ですので、確認お願いします。で、2つ目に出したのがトラピスという名前で出ている江南医療機研究所さんが作ってくれたものですね。で、こちらの方も咽頭口吐を実際に物を流してみたり溜めてみたりすることで、溜める機能というのがどういう姿勢だとどれぐらい発揮できるのかというのが分かるので、かなり、有用な学習資料になります。こちらの方も実在の人、私の母なんですけども、の咽頭口吐のデータを取ってそのまま作っていますので、実際の人間ではこんな風だよということが分かってくる。さて、咽頭口吐透明モデルを使った実験ですね。実際に色水を入れていろんな姿勢をとってみるとどうなのか。これ極端な前傾姿勢ですね。腹蓋に近いかもしれないです。こっちが顔側ですので、顔の面がかなり下を向いている状態。そうすると口腔から中咽頭、そして離上管音のところに、青い水が溜まっていて誤嚥していないと、だんだん起きていきます。普通の頸部前屈位、口腔から中咽頭、下咽頭の水面がほぼ一致してきてますね。ある意味一番溜めやすいかもしれない。垂直剤、背筋を伸ばしてってなると、もう一回戻すね。これ水の量変えてないんですよ。これだけ溜めれてたのが、背筋を伸ばした途端にこれだけ誤嚥する、咽頭に溜められなくなっちゃうんだよね。で、ここから後傾していきます。後傾30度、頸部前屈位、離上管音にしか溜まりませんね。これ私の喉なので結構下咽頭が広くって、これ 5cc ぐらい溜められるんだけど、通常は 3cc 前後と言われてますね。で、これが完全に行外にすると、あら不思議、誤嚥してたものが出てくるんですね。気管よりも咽頭の方が低い位置になってきて、で、これだけ傾けるとね、結構な量溜められるようになるんだよね。これも人によって違うんだけども、頭を下げれば下げるほど溜められるスペースは広がっていく。今度中咽頭の方まで広がっていって、正門のところからかなり遠いところに水分がいったよね。気管内にあった水分をこうぶちまけたみたいな感じになってますね。なので、かなり嚥下機能が落ちていて、側外にも適応しにくい、送り込みも相当悪いというような人の場合に、枕をしない行外を検討してみるのは、こういう貯留スペースがあるからですね。行外だと、気管が上方に上がっていくじゃないですか。行外だと気管がどんどん相対的に上に来るね。そうですね。そうすると、誤嚥しにくさ、重力を考えると誤嚥しにくいな。誤嚥しにくいね。これ思いっきり息吸っ
でもなかなか周りのも、ね、ものを引き連れて講演するのは難しいですね。うん、まあ、実際にはこの先はこうカクンと折れて後ろの方に行っちゃうんだけど、それでもね、あの入り口のところがこうなってるだけでも全然違うし、うん、かなり誤演しにくいってことは分かりますね。この気管がこう上がっていくっていう感じは皆さん共通ですか？共通ですね。で今度側外ですが、側外も頭を上げた側外と頭を下げた側外で、もう一回頭上げる、頭下げる。この辺見ててください。頭上げる、頭下げる。尾状下のところの溜まり方が随分違いますね。で、ここら辺からなくなったのは中咽頭の方に上がってきていると。で、側外も頭下げれば下げるほど安全で、さらにあの水平よりも下まで下げれば、気管内にあるものは、もう気管分岐部のところから手前は全部、あの、喉頭の方に上がってきてくれるんだよね。タイドレナージができると。さて今日の、問題、練習問題を作ってみました。今日松下デーでいいですか。空欄埋めなさい。哺乳類の嚥下機能はほにゃらら姿勢で進化した。腹外姿勢。はい、正解です。喉頭蓋の代表的な機能は、喉頭蓋の代表的な機能は、答えをせき止め、液体を側方に誘導し、気体の通過を阻害しない。気体の通過を阻害する。うん。ねえ、これが実は今日のポイントになるんですね。うん、しっかり分かってくれたということで、もうそれさえ分かればですね、今日の話はもうあの履修終了ですね。最後に、教科書に載ってる演習ですね。演習4、体幹角度が行外30度の時の咽頭後頭立体構造をもとに、嚥下反射時の、ごめんなさい、嚥下反射時以外の食事の流れを考えてみよう。これも講義の中でもお話ししましたけれども、今までのね、喉の形っていうのを自分で頭の中で想像して、行外30度の時食物はどこを流れていくのか、でその時に流れる速度はどのぐらいになるかな、で流れていった先はどこになるかな、そんなことをですね、両替30度だとどうなるかということを、ということで吉田君、あの最適な言葉じゃなくてもいいです。伝わるように大きい声で喋ってくれれば。はい。行外だと口に食べ物入って、重力で。うん、航空内から咽頭口壁に重力で落ちていくと。うんうん、30度の角度で咽頭口壁が持ち上がっているので、また重力で、うん、重力で滑り落ちて、非常下一気に流れていく。うん、どのぐらいの離場下に溜められると思う？溜めれる量は。うん。3cc 前後なんだよね。うん。あの、3cc 前後溜められるということで、30度行外
頸部前屈位でゼラチンスライス法で食べるときに一口量って何 cc って言われた？学校で習うかな？3グラム、3cc ってなるんだよね。それはなぜかっていうと、微腸管温に貯められる量だから。なので、30度凝固薬法っていうのはそこまで全部把握して、それを活用することで、初めて安全性を担保できるので、ちゃんと全体をつかむことなんだよね。30度凝固薬なら誤嚥しないとか、そういう話じゃないんだよね。30度凝固薬っていうのは、基本的には2つの大きなポイントがあって、一つは今言ってくれた口腔から咽頭に物を流しやすい、重力を使って流しやすいこと。で、もう一つはちょっと難しいんだけど、食道入口部外大不全がある人の時に、食道が一瞬だけちょっとだけヒュッと開いた時に、食道内の方が陰圧なんで、食道内にちょっとした力はかかって引っ張るんだよね。で、引っ張られるためには食道の入り口のところにもう物がなきゃいけない。なおかつ力が非常に弱い力で引っ張るので、簡単に動くものじゃないと困るんで、張り付かないゼリー、で、それが一回になってることで、一気に引き込んでくれると。なんで、ゼラチンスライスで一塊のものでやるっていうことになるわけだね。で、3cc っていうのは、ある程度溶けてしまったとしても、ゼラチンが溶けてしまったとしても、誤嚥しにくいっていうことで、3cc なんだよね。で、もっと言えば5ミリスライスにすることが多いと思うんだけど、5ミリっていうのは食道入口部が5ミリ以上開いたときに使うから、治療によって食道入口部外大不全が改善してきて5ミリは開くよっていうふうになったときに、この30度凝固薬ゼラチンスライス法を使うから、そういう全体像が分かっていると、30度凝固薬法も非常に使い勝手があるんだよね。今日はここまで。全体的に咽頭喉頭というのがどういう形をしていて、それは何のためにそういった形をしているのか、前傾したり腹臥位になったりしたときに、非常に複雑な構造物が連続して食物と当たるんだけど、それは食べ物の流れをむしろ阻害するため、ゆっくり流すためにさまざまな構造物ができているんだよ。で、それは呼吸をするために、阻害しているんだと。で、どういう姿勢になるとどういうふうに流れるかっていうのは、咽頭喉頭の全体像が分かってくると簡単に見えてくるということ、重力の効き方が分かってくるといいので、どういう姿勢を取るとどんなふうに重力がかかってどんなふうに流れていくか、つまりどこが低くなるかということだね。それが分かれば今日は大成功。では、